私の名前は深森理香。どこにでもいるごく普通の社会人だ。今日は仕事が多いな。頑張らないと残業コースかも。私の仕事は結構忙しい。とは言ってもブラックじゃないので、それほど苦じゃないし、結構好きな仕事だから辞めるつもりはこれっぽっちもない。そんなこんなでお昼がやってきた。疲れた。てるみ、私の伸びなんて撮影してどうするつもり？その画像、勝手に SNS とかにアップしないでよ。今、私を撮影しているこの人物は同期のルミだ。交友関係がかなり広い人で、私ともそれなりに親しく接してくれている。リカって、今フリーでしょ？何をやぶからぼうに。付き合ってる人なんていないけど、それが何？撮影そろそろ鬱陶しいからやめてほしいんだけど。いやー、ちょっと、リカの画像を送りたい人がいてさ。私の画像を送りたい人？ルミの行動には疑問ばかり浮かんでくる。そこで私はルミから詳しい話を聞いてみることにした。いやー、実はさ、私の知り合いに超かっこいいのにフリーの人がいてね。ほら、この人なんだけど。どれどれ。おー、確かに端正な顔立ちの方だね。私が差し出されたスマホの画面を見てみると、そこには職業は俳優ですと言われてもおかしくないほどのイケメンさんが映し出されていた。それで、その人と私がどう関係してるわけ？いやさ、この人かっこいいのに未だに彼女ができたことないんだって。それでね、せっかくだからフリーの理科を高橋くんに紹介しちゃおっかなーって思って。はい、画像送信完了っと。あんたはいつの時代のおせっかい人間だよ。つうか私の許可なく画像を送らないでよ。ルミが画像を送ってから5分も経たないうちに返信が送られてきた。見て見て。とても素敵そうな方だね。一目惚れしちゃったかも。ルミさん、この方を俺に紹介してくれるって本当なの？ぜひ一度、いや、一度と言わず何度でも、俺とデートしてほしい所存であります。俺のメッセージ、リカさんに伝えておいてください。よろしく。だってさ、デートのお誘い、どうすんの？ルミの頼みじゃ断るに断れないじゃん。まあ、一回ぐらいなら一緒に食事をしてもいいかな。しょうがない。会うだけ会ってみるよ。そう来なくっちゃ。それじゃあ高橋くんにデートオッケーだってお返事しておくね。とまあ、こんな感じで、なぜか突然デートが決まってしまった。そしてデート当日、私が待ち合わせ場所に赴くと、やあ、リカさん。今日はお誘いに応じてくれて本当にありがとう。よろしくお願いします。なんだか固い挨拶だね。もっと気楽に楽しもうよ。正直言って、実際に会ってみたら予想以上のイケメンさんだった。もう全身から、俺、かっこいいですよ。オーラが出まくっている。にもかかわらず、とっつきにくいわけではなさそうだ。食事をするお店までは歩いて移動することにした。道中、私は高橋さんにいろいろなことを尋ねた。年齢は私よりも2個年上で研究員をされているんだそうだ。仕草やご両親の話を伺った限りだと、かなりいいところのご子息らしかった。高橋さんって本当に彼女ができたことないんですか？パッと見だとすぐに交際相手くらいできそうな感じですけど。いや、なんでか知らないけど、デートをするとすぐに振られちゃうんだよね。なんて会話をしながら歩いていると、すぐに目的地のお店にたどり着いた。お店は見るからに高級そうな出立ちだった。リカさんはこういうお店って来たことある？実は、私の実家って料亭なんです。だからこういうお店には結構耐性があったりするんですよ。へえ、そうなんだ。じゃあ機会があったら、リカさんのご実家のお店で食事をさせてもらうのも悪くないかもね。私たちが談笑していると、料理が運ばれてきた。おお、全部綺麗で美味しそうな料理だ。それじゃ、料理が出来たてのうちにいただこうか。いただきまーす。箸の握り方、グーなんですけど、その持ち方で食べるつもり？箸の持ち方がちょっと変って人はいると思う。でも、そんな人に対していちいち持ち方が違うと口うるさく注意する人はあまりいない。私だって普段は注意しない。でも、さすがにグーは。
などと思っていると、はい、今度は犬食いですか？せめて姿勢を正して食べようよ。やっぱりさ、こういうお店の料理は美味しいね。汚い、汚すぎる。食べてる最中に喋るな。口の中をこっちに見せてくるんじゃない。食べかすがこっちに飛んできてるんだよ。挙句の果てにくちゃらーかよ。咀嚼音うるせえ。うまい。交際相手ができない理由、どう考えてもこれでしょう。これを見たら誰だって付き合いたくないっつーの、などと私が考えていると、高橋はあっという間に料理をすべて平らげてしまった。完食までにかかった時間はなんと驚き、わずか5分。さて、次はデザートを注文するとしましょうかね。ほら、デザートは別腹ってやつだよ。まだ食べるんですか？そんなに食べたら調理負担がかかるわ。先日までこいつと一回くらいなら食事をしてもいいかななどと思っていた私をぶん殴ってでも止めてやりたい気分だ。食べた食べた。リカさん、今日は楽しめた？それでさ、次のデートの予定を決めたいんだけど。次なんてありませんよ。申し訳ないんですけど、あなたと食事をするのは苦痛です。デートは今回限りにしてください。それじゃあ失礼します。そんな。後日、私の元に母から通話がかかってきた。あんたとデートした高橋さんって人からうちに連絡が来たんだけど、なんか明日うちの店に来るらしいよ。あんたに会わせろってさ。母から詳しい話を聞いてみると、高橋さんは考え直してほしいの一点張りだったそうだ。母が通話を切ろうとしたところ、明日そちらに行くと一方的に言われたらしい。翌日、私は高橋さんが実家に嫁してくる可能性を考えて会社を休んで実家に戻った。すると高橋さんが両親と一緒に本当に実家のお店に乗り込んできた。お願いします、交際を考え直してください。今まで交際相手が一人もできなかった息子には早く幸せになってほしいのよ。お願い、私の息子と付き合ってあげて。うちは飲食業を営んでいる以上、あんな食べ方をする人を許容できないんです。交際はお断りです。いくら注意しても飯の食い方は治らんかったんだ。箸の持ち方とか飯の食い方がダメな以外は完璧な人間だと思うだろう。料亭の娘なんだから、うちの息子と付き合って食育を施してやればいいじゃないか。なんで私が。その言葉は聞き捨てならないですね。どうして俺の妹があんたの息子の食育をせにゃならんのだ。あんたの妹が我慢すればうちの息子が幸せになるんだぞ。我慢させればいいだけの話だろ。あんたらどこまで自分勝手なんだよ。なんで妹がそいつの幸せのためだけに犠牲にならなきゃなんねえんだよ。あんたの息子にそれだけの価値なんてねえだろ。目障りだからとっとと出ていけ。ふん、料亭の娘なんてろくな子じゃないわよ。話にならないからもう帰りましょう。立ち上がった高橋一家は帰り際、所詮は自営業の金持ち娘だったってわけだな、などと捨て台詞を吐きながらゴミ箱を蹴飛ばして家から出ていった。一家総出でろくでもない連中だな、おい。その数日後、私が趣味の集まりに参加したところ、偶然にも高橋が参加していた。みんな聞いてくれ、こいつはろくな人間じゃないんだ。犬みたいな食べ方しかできないのに、プライドだけは一丁前なんだね。私は集まりに参加していた人たちに高橋の食事マナーや非常識さを説明していった。すると集まりにいた人たち全員が私の味方になってくれ、高橋は端っこの方でずっと居づらそうにしていた。居づらいなら帰ればいいのにね。ちなみにだけど、会社ですぐにルミから謝罪を受けた。本当にごめん、そんなヤバい人だと思わなかったよ。人間やっぱり顔だけじゃなくて中身も重要だよね。あいつがヤバいってことをいろんなコミュニティに広めておいた方がいいよ。わかってる。その後、ルミの宣伝力のおかげで高橋はありとあらゆる人からソース感を食らってるらしいよ。ざまみろ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。